人間の水体細胞と肝体細胞が含む死物質の吸収スペクトル水体細胞とは死細胞の一種。名前はその形態から、網膜の中心部である黄斑に密に分布する。水体死細胞、水細胞、塩水細胞などとも言う。水体細胞は異なる波長特性を持つ死物質を発現するため死規格の基礎となるが、 感度が低いため十分な光量を必要とする。肝体細胞は単独の物質のみを発現するため、色覚には関与しないが、感度が高い。暗所では、水体細胞はほとんど働かず、肝体細胞が働く。このため暗所では、物の形は分かっても色ははっきりとは分からない。水体細胞は色に対し敏感に反応するが、一方で、光量に対し鈍感である。 人では、水体細胞が中心下付近に集中し、肝体細胞はその周焉に存在する。そのため、暗所では、中心視野での視力が低下する。人の網膜には長波長に反応する赤水体、中波長に反応する緑水体、短波長に反応する青水体の3種類があり、それぞれの水体細胞は特定の範囲の波長に最も反応するタンパク質を含む。 これらが可視光線を受け、信号が視神経を経由して、大脳の視覚連合屋に入り、ここで三種の水体からの情報の相対比や位置を分析して、色を知覚している。例えば、黄色より長波長の光に対しては、赤水体にのみ感度があり、緑、青水体には感度がないという赤の視覚パターンを生じる。また、赤水体には、 青水体より単波長側に第二の反応ピークがあるため、青より単波長の光に対しては赤、青水体に感度があり、緑水体には感度がないという紫の四角パターンを生じる。人が感じる光が三種類のみであるため、人にとっての光の三原色も同じように赤、緑、青となる。脊椎動物の色覚は網膜の中に どのタイプの水体細胞を持つかによって決まる。魚類、両生類、爬虫類、鳥類には4タイプの水体細胞を持つものが多い。よって、これらの生物は、長波長域から短波長域である、近視外線までを認識できるものと考えられている。一方、霊長類以外のほとんどの哺乳類は、水体細胞を2タイプしか持たない。 哺乳類の祖先の爬虫類は4タイプすべての水体細胞を持っていたが、初期の哺乳類は主に夜行性であったため、色覚は生存に必須ではなかった。結果、4タイプのうち2タイプの水体細胞を失った。人を含む旧世界の霊長類の祖先は、約3000万年前、X 染色体に新たな超波長タイプの水体死物質の遺伝子が出現し、 X 染色体を2本持つメスのみの一部が三色型式核を有するようになり、さらにヘテロ接合体のメスにおいて相動組み換えによる遺伝子重複の変異を起こして、同一の X 染色体上に2タイプの水体子物質の遺伝子が保持されることとなり、X 染色体を1本しか持たないオスも三色型式核を有するようになった。これによって第3の水体細胞が再生された。 三色型色覚は赤色系の果実を緑の葉の中で発見するのに便利なので生存の維持に有利だったと考えられる。なお、時代を下って人の色覚の研究成果より人が属する競技しためのマカクザルに色物が人よりも非常に少ないことを考慮すると人の祖先が狩猟生活をするようになり三色型色覚の優位性が低くなり、 二色型四季角の到圧ーーが下がったと考えられる。四季の出現頻度は、強美シタメのカニクイザルで0.4%、チンパンジーで1.7%である。コ美ビカメのヨザルは一色型四季角であり、ホエザルは、強美シタメと同様に三色型四季角を再獲得しているが、これらを除き、残りの新世界イザルは、ヘテロ接合体の X 染色体を2本持つ、 メスのみが三色型四季核を有し、オスはすべて四季毛である。これは、競技した目のような X 染色体上での騒動、組み換えによる遺伝子重複の変異を起こさなかったためである。人は、蒸気のような初期哺乳類と、霊長目競技した目の祖先の X 染色体の遺伝子変異を受け継いでいるため、エルス遺体のみを保持した X 染色体に関連する。 赤力色毛が反性劣性遺伝をする。男性では、X 染色体の赤力色毛の遺伝子を受け継いでいると色毛が発現し、女性では2本の X 染色体とも赤力色毛の遺伝子を受け継いでいる場合に、赤力色毛が発現する。なお、日本人では、男性の4.50%、女性の0.165%が、 先天赤緑色覚異常で、白人男性では、約8%が先天赤緑色覚異常であるとされる。AB 岡部正隆、伊藤 K1.4 なぜ赤オプシン遺伝子と緑オプシン遺伝子が並んで配置しているのか、第1回色覚の原理と色毛のメカニズム、細胞工学7月号 Web に掲載。ABC 三上明条霊鳥類の色覚と、 進化2004年9月18日、京都大学霊長類研究所東京公開講座、随電子から社会までのレジュメ研究の背景、岡部正隆、伊藤慶、1.6女性で、積力色毛が少ない理由、第1回指覚核の原理と色毛のメカニズム、細胞工学7月号ウェブに掲載。ありがとうございます。